皆さんこんにちは、高橋彩子です、本日はですね、少し長めな、来年を見ていく教室事業全体の業界全体の動きと経済の動きとをリンクした、全体を見ていくちょっと大事なお話をしたいと思っていますので、ご興味がある方はですね、少しお時間を取って聞いていただければなという思う内容を今日は伝えていきたいと思います。テーマはですね、2020年は教室事業も転換期、存続できる教室と廃業せざるを得ない教室の違いとは、5年続く教室を作る開業初心者が知っておくべきこと、こんなあたりをテーマに話をしていきたいというふうに思います。まずですね、2020年は皆さん周知ご存知の通り、オリンピックイヤーということで、オリンピックが日本で開催されるわけなんですけれども、大抵こうオリンピックの時っていうのは、国内の内需が上がったりとか、外国人の方が来たりとかっていうことで、インバウンドの需要が高まったりとか、経済が一瞬活性化の方に進んではいくんですけれども、その後の反動が来るっていうのも毎回のお決まりになっていて、あと非常にこう大きな何かそういったイベントごととかが起こっていくとですね、大きくこう経済のうねりも変わっていくケースが多いんですよね。で、現状の経済の状態がどういう状態なのかっていうことと、今までの10年近くのですね、教室業、私自身も教室を運営してきたし、その後も今度はコンサルタントという立場から教室事業っていうのはずっと10年近く見続けてるわけなんですけれども、その教室業っていうのもまた来年に向かって多分もう一段ちょっと大きく変化する時期が来るかなっていうふうに考えているんですね。で、その時に残る教室と当然残れない教室っていうのが出てくるはずなんですよ。で、私の中ではその傾向がこういう感じかなっていう、未来予測っていうわけじゃないんですけど、これは天からの啓示とかそういう話ではなくて、10年間の推移を見てきている状態で、来年はこうなるんじゃないかっていうのを予測するものがあって、でそれはすで、に教室をやってる方で授業を伸ばしていきたい方、ないしは今行き詰まって困っている方、これから教室事業をやりたいっていう方、全ての方に共通する大枠の話と、どういう形で運営していくべきかっていう、それをですね、ちょっとお伝えしたいなというふうに思ってます。まずですね、最初にお伝えしなくてはいけないのが、社会情勢の方なんですけどね、経済情勢の部分で、先ほど言ったようにオリンピックが来年入ります。で、そういった時には経済が大きく動く可能性があって、今見えてるものともちろん見えてないものとかがあるんですけれども、今見えてるものでおそらく確定していくであろうっていうところが、ヤフーと LINE の統合になりますね。これによってモバイルにおいて、やはり経済が動いていく、通信のプラットフォームをヤフーが手に入れることになりますので、今の時代っていうのは海外資本がメインで経済を、日本の経済の、消費の部分を主に担っている部分があって、GAFA と言われる、Google ですね、 Apple、 F は Facebook、Amazon、大体この辺りが流通を抑えてるんですけど、この4社っていうのは通信を持っていないですね。で、ヤフーが LINE とくっつくことによって、その通信のプラットフォームを手に入れることによって、海外資本のそういった会社と対抗していこうという動きが現状あるわけですよね。そんな話教室業に関係ないじゃんっていう、ちょっと待ってくださいね。その話も知っててほしいから言ってるんですけれども、で、経済状況から見るに、今後ですね、ますます、通信の部分、特にモバイルですね、PC ではなくモバイルで、教室業も探されるっていう時代になりますし、パソコンっていうのが大学生とかもほぼほぼ使わなくなってきてますしね。要は通信
事業とか通信の方の業界の潮流と流れが変わってきてるっていうのをやっぱり把握しといてほしいんですよ。具体的に言うと、例えば SNS のツールとかもですね、その時代の流行りしたりとか使い方が変わってったりするものがあります。で、Facebook とかも一時期、ね、ものすごい盛り上がりとかがありますけれども、まあ、ビジネスでつながっている方に関しては問題ないんでしょうけど、エンドユーザー、いわゆる一般消費者は Facebook の中にあまり入ってこないので、まあ、そういう人たちはどこにいるかっていうと、まあ、LINE であったりとか、あとはYouTube にいたりしますね。でもちろんインスタグラムも見る人多いんですけれども、まあ、このあたりもインスタグラマーとして活躍できていくようなタイプの人と、まあ、そうでない人とっていうのが多分出てきますので、2020年はですね、かなり通信関係 のツールのいろんな激変というかですね、環境の変化が多くなるだろうというふうに私は予測していて、特に強化したい部分に関しては、YouTube 動画ですね。 5G の通信環境が整って、高速で再生できるような環境がね整ってきたりとかいろいろしていきますので、5G の時代には動画がもっと手軽になってきますので、まあ、動画については私はもう何年も前から教室の先生にはうまく扱ってほしいということをずっと言ってるわけなんですけど、まあこれを先んじてうまく活用できるかっていう、そのあたりとかがですね、一つ考えなくてはいけないところになってくるので、動画はおそらく必須になってくると思います、ツールとしては。でそれと同時に、やはり通信環境の部分での、コミュニケーションツール、メッセンジャー的な機能として LINE ですね。でこの LINE と動画の組み合わせっていうのも、まあ、非常に有効なツールではあるんですけれども、組み合わせの仕方とか使い方がわからなければ当然そこは宝の持ち腐れっていうことになりますし、そもそも SNS 全体をどうやって使っていいかわかんないで、やみくもにですね、時間と労力を使って、まあ、集客という成果を手に入れることができていない先生とか、あとはそうですね、そもそもそうすること自体を諦めてる方とかも、まあ、いろいろいらっしゃるんですけれども、 SNS はその時代時代とともに、ボリュームが変わったりとか優先順位が変わったりするので、まあ、まず私が来年注目しているのは動画と LINE ですね。はい。で、まあ、それは、まあ、ツールとしてのまあ世の中の社会の動きとモバイル化していくからっていう、この2つは強化した方がいいっていうふうに思っている動きが一つなんですが、まあ、それと同時にですね、働き方っていうこともここ10年ですごく変わってきています。私が教室授業に参入した頃、まあ、10年前なんですけれども、その頃っていうのはもちろんすでに開業とか教室やられてる先生とか5年生10年生20年近いっていうか、まあ十何年の方とかもいらっしゃったんですけど、今ほど教室の数は多くない状態で、その先生も集客をしなくても集まる状況で、教室授業ができていた。まあちょっと一昔前とかになるとサロネーゼっていう言葉が流行ってたように、まあ、サロンをオープンしてるとその憧れ感、素敵な先生に会いたいと思う一般消費者が、集まってくる、自然と集まる、口コミで集まる、そんな時代を作ることができていた時代があったんですね。でその後ですね、私もじゃあ憧れの先生になりたい、憧れの先生になりたいということで、気軽に参入できますからね、先生業っていうのは。で先生が増えたんですよ。にわか先生もいます。だって教室業っていうのは名乗りさえすれば先生になれますからね。で OL からの転身、主婦からの転身、まあ、いろんなケースとかがありますけれども、独立自営をしていくっていうことに対する抵抗感が下がったのもここ数年の出来事です。会社員
が基本の人生だって思っちゃってる。まあ私自身も全然独立なんてことはこれっぽっちも考えないで、普通に会社員でやりたいことをやるには会社に入ってやらなくてはいけないんだって勝手に思っていたので、まあ、目指したい、当時はツアーコンダクターを目指したかったので、ツアーコンになれるような会社ということで、まあ、東急観光に入ってるわけなんですけれども、今の時代っていうのは選択肢が本当にあって、当初から起業して独立自営でやられる男性、まあ、大学生といえばいいんでしょうか、学生起業ですね、これも非常に多いなというふうに感じていて、同様に女性の教室業も主婦からの転身とかっていうのももちろんあるんですけれども、そもそも学校じゃない、社会人にならないで教室授業をやってしまう若い方とかもいらっしゃいますね。だから教室の数自体が全体的に増えているっていうことなんですよね。そうすると、まあ、存続できる教室と廃業せざるを得ない教室の違いとか、あとは5年は続く教室を作りたいと思う、開業したい先生が知っておくべきこと、まあ、このあたりに話が関連してくるんですけれども、まず存続できる教室はじゃあどういう教室なんだっていうと、一言で言うと時代の変化を捉えてそれに合わせて教室の、仕様を変えたりサイズを変えたり自分が変わっていくことができるタイプの先生は、存続できます。で、廃業せざるを得ない場合には当たり前ですけれども時代の変化に、まあ、ついていけないようなケースは廃業せざるを得なくなります。いわゆる人類の歴史とかね、ガラカパゴス諸島とかでそういう絶滅危惧種がいるみたいな、そういう話もあるように 変化があると当然それについていけない種っていうのは滅んでいくっていう、その自然淘汰の摂理ですよね。だから時代の変化を受け入れられないタイプの先生、あとは諦める方、あとはプライドが邪魔してそれを学ぶことを遅ればせにする方、あと時代を懐かしむ方ですね。昔は良かったっていう、その昔の世界に浸ったまま現代に戻ってこれない方ですね。時代は変わっているので、その変化に合わせて自分が変わっていく変えていくっていうことをしないと、まあ、当然ですけどね、生き残っていけないんですよ。教室が増えちゃってるから。で、新規の方に関しては、今現状、まあ、そういう入れ食いの状態なんですよ、教室業っていうのは。だから昔のようにですね、じゃあ教室私これもできるし人のために役に立ちたいな、自分も好きな仕事したいしというレベルでお客様、まあ、生徒さんがいっぱい来るほどですね、現状甘くないっていうのが現状なんですね。だから新規開業の方は特にですね、昔ほど、参入障壁が高くないので、割とポッと入ってもブレイクする人もいるし、まあ、ほとんどが消えていく方が多いんですけれども、しっかり目標値を定めて経営として教室をやろうって考えないとなかなか成り立っていかないかなと。稼ぎたい場合にはですよ、稼がなくていいというか趣味ベースでもう本当に近所の人を集められて楽しくやってればいいという方に関しては何ら問題がない話です。だから今後新規開業も非常に厳しくなっていくっていうのを、まあ、心して、開業していく、新しくやる方はねされる方がいいかなというふうに思っています。ですから存続できる状態を作るのは時代の変化に対応するっていうことになっていくので、その時代の変化を、まあ、どう捉えてねキャッチしていくか
ていう話と、あと私自身もコンサルタントとしての立ち位置も時代の変化に合わせて当然自分も変えていくし変わっていくっていうことをしていくので、その話は後半の方でお話をするんですが、まず教室業の部分での現状状態でどういう教室作りをしていったらいいのかっていう、ここからの話は私の持論になります。ですので当然コンサルタントが違えば見解が違いますし、教え方と扱い方が変わりますので、私の感覚、それは業界をずっと見てきて思うことですね。教室業の業界に特化した話です。自分が先生だったのもありますからね、はい、なんでその話をするんですけれども、一つ分かっていることは、10年経っても十何年経っても、軸になるベースをきちんと持っている方は強いということです。私で言うとホームページですね。やっぱり自分のメインメディアになりますので、そのプラットフォームをしっかり作った上で SNS を回していくっていう、これはもう私は10年間ずっと変わらず思っていることだし、SNS だけでやってる方とかが消えてってる方も非常に多く見ていますので、やはりしっかりした土台というか軸作りの部分で、ホームページを、作っていくんだろうというふうに思ってるんですね。でホームページ作りもさっき言ったようにモバイル寄りに、レイアウトもあとビジュアルですね、写真とか動画、これもモバイルを前提に仕上げていかなくてはいけない。もちろんパソコンでの見え方も重視するんですけれども、モバイルファーストっていうのを Google も出しているような環境がありますので、モバイルを中心に考えなくてはいけないっていうのが多分今後以降のですね、ホームページ作りには必要な視点になってきます。それと同時に私は昔からビジュアルマーケティングって言って、写真とか動画とかいわゆる女性相手の場合には特にですね、目から入ってくる情報で決定をする、消費者が購買を決定する傾向にあるので、このあたりは自分がもちろん得意な領域であるっていうのも大きな要点なんですけども、写真と動画ですね、ここをさらに、来年ブラッシュアップしていく方がいいだろうというふうに思ってます。私は両方とも以前からずっとやってます。写真に関しては趣味の時代から合わせるともう20年近くやってますし、動画に関してはもう8年9年前くらいから扱ってはいますので、動画の扱い方もね、編集がどうのこうのレベルの問題じゃなくて、動画っていう素材をどうやって集客ツールで使うかっていうことを、ずっと何千本も上げて実践と検証を繰り返してきて、今でも進化はさせ続けてるんですよ動画、これも動画撮ってますけれどもね、今以上に動画がもっと重要視される時代があるので、このビジュアルマーケティング、写真と動画ですね、これをホームページ上どうやってデザイン上で見せていくのかっていうことも多分スキルとして必要になってくる。たまたま私はそれを昔から重要視しているタイプだったので、自分が実践してたっていうのをお伝えできるっていうのはある意味ラッキーっちゃラッキーなんですけれども、よりそれが強化される側面が出てくるかなというふうに考えているんですね。で同時にですね、そのビジュアルで見せていくっていうことは、消費者ないしは購買する方は一体何を知りたいのかっていう、話なんですけれども、これも来年以降の教室業でおそらく淘汰される教室とそうでない教室が出てくる、一番大きな話になってくると思うんですが、ものよりものからことへ、だからことっていうのが、体験できることとか、あとそこで自分がどういうものを感覚として得ることができるのかっていう、そちらの方に価値がシフトしていく予定なんですよ。だから例えば番教室で言うと、初級中級上級っていうパンを作っていくスキルがあったとして、
昔はそのスキルを教えるだけでよかったんですけれども、今はそのレベルの内容だけだと比較しようがないというか、どれも同じになっちゃってるので、次に消費者ないしは生徒さんが、何を基準に選んでいくのかということですね。こちらについては、おそらくなんですけれども、人間ですね、先生のパーソナリティ、あと人柄ですね、あと思想、考え方、どういう思いを持って教室授業をやっているのかっていう、このあたりが選ばれる一つの大きな要因になっていくんじゃないかなというふうに思っているんですね。今でももうその傾向が現れてます。だから、例えば、よく老舗の先生とかから聞く、ある意味愚痴みたいな話なんですけど、要は自分より技術がないのに、メディアとかに出たり、にぎわってる感とか、その見せ方ですねがうまいだけで人気になってる教室があるっていうふうにね言うんですけれども、それはどちらかっていうと、それは時代をうまくその方が捉えていて、やっているからであって、技術があるから人が集まるわけではないっていうことを、老舗の先生で技術がある先生は理解をした方がいいと思います。技術そのものを私は否定しているのではなくて、時代がそこじゃないものを求め始めてるっていう、この環境の変化を理解したら、技術があるだけでは人は寄ってこないということは、じゃあ何を見せれたらいいのかっていう、それを真剣に考えて外向きに出していかないとですね、なかなか人は集まらないっていう、そういう時代になりつつあります。ですので、今後その教室運営ないしは教室事業をやっていく上では、どういう感性が必要になってくるかっていうと、時代を捉える力と、時代を捉える社会環境的にですよ、時代を捉えて、かつその中で教室事業という授業があって、で、教室事業の中で、どういう方向性に向かって今動いていってるのかを理解して、少し先取りする。1年か2年先ぐらい。これ先取りしすぎると、ヒットしないんですよ。私それをやったことがある。米粉、ノングルテン、グルテンフリーとか今ね、流行ってますけど。流行る5年前にやっちゃったら流行らないんですよ。だから早すぎてもダメ。遅いよりは早い方がいいですけどね。その経験とかもあるので、それは理解できているんですが、それを捉えて自分も変わっていく。だから必要な知識が身につける必要があるのであれば、もちろんパソコンとかモバイルの方の知識であったりとか、SNS の扱い方とか、そのベースになるホームページを作るとか、そういった話とかも全部ひっくるめて、学んでいく必要がある場合には、その時代に学ぶべきこととやらなくてはいけないことを、果敢にチャレンジするというかですね、それができるかできないかっていうのも非常に大きな内容になってきますね。ですから、残れる教室と残れない教室は、さっき言ったように時代の変化に対応できるかできないかだから、老舗の先生に関しては私二通りに分かれると思ってて、その技術はいいんですよ、大概老舗の先生っていうのは。で、それを武器に、さらに今の時代風に合わせてリニューアルとかカスタマイズを変容しながら作り込んでいけるかっていうのが大きなポイントになって、ここで過去にこだわったり、昔は楽だったのにとか、昔の話を持ち出したりとか、自分はこうだからこうしたくないっていう我が強すぎる場合には変わっていけないので、やっぱりそれも廃業になっていく大きな要因になるかなというふうに考えています。で、これをじゃあどういうふうに作っていくのかっていうことを考えた時に、もちろん自分で見て自分で考えてやっていくケースもあるんですけれども、私が自分がコンサル業だからっていうことを言っているのではなくてですね、今後おそらくそういった、コンサルの人とか
そういうのをこう見てくれる人とともに作り込んでいくっていうのが、おそらくスタンダードになっていくのかなっていう気がしています。っていうのが、それぐらいですね、複雑化してるんですよ、集客の方法とか、あとやり方も。で、先生になりたい人の人数が多いので、その中の内容で最適化して、自分に合ったやり方と自分にとって一番効果的な方法を最短最速で知りたかったら、自己流で頑張るよりは、自分にとって相性がいい方と組んで二人三脚で動いていく方が多分いいかなというふうに思っています。だから今後おそらくますますまあ何かしらを学びながら進んでいくっていうのが、教室授業をやる上でもスタンダードになっていくかなというふうに思ってるんですね。私が10年前に教室起業を決意する、1年前に私はコンサルタントの方についていたし、でその当時パンの先生がですね、経営コンサルに毎月お金を払って勉強するようなタイプの人ってほぼいなかったですよ、その当時は。今は割と普通になってきてますけれども、当時はね、ほとんどいなかった。私の周りは物販の男性の経営者がほとんどで、扱うお金の額も教室授業なんて何千じゃないですか。せいぜい月商ね、出だしの頃とか20万とか30万じゃないですか。そんなレベルじゃなくて、だいたい100とかね、200とか500とか扱うような人たちがゴロゴロしてるようなところが、通常経営コンサルを受けたい人々がいる場所っていうことだったんで、そういう意味でも多分私は進んでいたし、変わっていた。まあそれは自分がもともと会社員で事業部長もやっていたからっていうことはあるんですけれどもね。で、その考え方を教室授業に生かしたくて、まあ全然勝手が、集客の方の勝手が分からなかったんで勉強したっていうのが、まあその背景になるんですけれども。ですから今後新規でやりたい方も、あとすでにやっている方でリニューアルしたい方も、これだけ情報があふれていて、集客手段と方法がたくさんあるわけなので、その中で自分にとってですよ、人にとってじゃなくて自分にとってです。いろんな情報はあるけど、じゃあ自分はどういうやり方でやればいいのかっていうのを、適切な助言とアドバイスをもらえる人に指示をして、学んでいくのが多分一番早道ですね。払うお金がもったいないっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、私にしてみればですね、時間の方がもったいないですよ。早く学んで、早くマネタイズ、お金貸して稼いだ方がよっぽど早い。よっぽど早いです。そのお金が貯まるまでどうしてとかやってるよりも、学んで早くビジネスを立ち上げちゃって早く回収した方が早いです、結果として。これは私が何個もそういった学びのためにお金を払ってて、それを都度マネタイズをしてきた結果分かったことです。時間はお金より価値がある、というのが現状の、持ってる結論なんですね。なので、今後の教室の先生、リニューアルにせよですね、開業にせよ、自分一人で判断するのには時間がかかりすぎて、こう経済効果的な、内容とかもわからないなと感じる人は、そういった専門の方の助言もありつつ、進んでいかれるのがいいかなって思うのが、まあ、最近感じていることです。これが、来年以降の教室事業の、方向性であったりとか、どういうふうに世の中が変わっていくかっていう、まあ基調講演というか、まあ、そういう内容がまず前半のとこですね。で、後半は私が、じゃあコンサルタントとして来期、どういう方針でコンサルをしていく予定なのかっていうことと、どういう方を中心に成功に導きたいと思ってるかっていうことを、後半はお話をしたいと思うので、もう前半までで十分っていう方はこの段階で
切っていただいて大丈夫ですし、あ、じゃあ私がどういうふうに考えてどう動いていきたいのかも興味があるっていう方はそのままお付き合いいただいて聞いていただければなというふうに思っています。じゃあ後半の方の話をねさせていただきます。私はあのコンサルをやって、まあ、今度5年目を迎えるわけなんですけれども、いろいろとその中でも自分が教室やりながら途中でコンサル業も始めてこう教室業を下げててコンサルを上げてって今純粋にコンサルの方だけやってるんですけれども、ずっと教室業界を見てきてるわけですよね。でその中においてあの変遷としては単なる一般の人を集めて一般の、人を教えるだけの教室から今はその人たちが、先生になって長くなった場合には先生が先生を教えるようなケースとかっていうのも出てきていたりとか、先生になりたい人を育てる講座っていうのも、結構多くなってきてる、講師養成講座バブルって私は呼んでるんですけれどもね。でこれも組み方失敗するとうまく機能しないし、組み方失敗するとクレームの山になります。内容的には額が大きいからあの払う人の期待値が大きいんですよ。なんで、よくよくあの騙されたとかいうような話とかもよく聞きますしね、それは先生の方も悪い人もいるかもしれないし、あの受講者もあの何もしないでっていうことで悪いケースと、細かく見ていかないとどっちが悪いかとか分かんないんですけれども、あのそういったこうものを作っていく傾向にあるのが昨今の傾向ですね。と同時にコンサル業もあの自覚してない方は自覚してないかもしれませんけれども非常に増えてきています。あのいろんなコンサルタント、いわゆるコンサルもですね、私が言うのもなんですけど、名乗ったらコンサルタントになれますから、あのなんちゃってコンサルタントも、あのいらっしゃいますよ。あの私は私の道を貫くだけなので、あの人はどうであってっていうのはあまり関係ないんですけど、やっぱり騙されるというか、それに見合わないものにお金を払っちゃう人が仮にいたら、それはちょっとかわいそうだなっていうふうには思うので、あの私は私の方針を出しておこうかなというふうにあの考えているのが、あのまずですね、開業初心者、要は今回初めて教室業に乗り出すよっていう方ですね、昨今増えてきているコンサルタントは、そのあたりを教える方が多くなってきております。で、あの私ももちろん当初はその方たちも教えておりました。で途中からあのキャリアアップないしはキャリアチェンジのための方を見始めるようになって、当然その資質の人とそうでない人を比較するようになってきたわけですよね。で私が一番感じているのが、開業初心者の方っていうのはあのビジネスのですねノウハウとか経営がどうのこうのよりもですね、あのそもそも事業を立ち上げるとかビジネスをちゃんとやっていくんだっていうことに関わるですねマインドの方を先に整えないと、ノウハウをですねいくら上に乗っけたとしても上滑りであの入っていかないんですよっていうことがここ数年やって分かってきました。あの化粧で多分例えれば理解してもらえると思うんですけど、基礎化粧っていうところは私そんなに一生懸命やってないですけど、あの基礎化粧、化粧水があって乳液があってベースがあってファンデーション塗って、眉描いてなんやかかんやかとかってやるじゃないですか。でこの時に一番大事なのがそのお肌のそもそもの基幹の部分なんですよね。基礎化粧の部分でその肌の状態がそもそも良くなければですね、いくらその上質なあのファンデーションとかを塗ってったとしてもですね、あの全然こう効果を発揮しない、っていうあの状態なんですよね。ですからあのまずお肌を整っていれば化粧ってノリがいいじゃないですか。でこれ開業起業も一緒で、マインドが整ってないのにノウハウをいくら学んでもですね、それを扱う人の心が
そういう事業マインドになってないから、結局できないし、やらないんですよ。やらないってことは当然成果が出ないので、私はマインドのも見てるし、経営のノウハウも見てるんですけれども、マインドをそもそも整えないと、ノウハウが乗っかってこない なっていうのはすごい感じていてですね。で、ぶっちゃけですね、要は行動しない人はどんな成果も手に入れられないんですよ。で、行動しない人の言い訳っていうのが、なんだろうな、迷っちゃってとか、立ち止まっちゃってとか、考えちゃってとか、そういうようなお話が多いんですけど、私の持論はですね、考えてる暇あったら行動しようよっていう感じなんですけど、ここを後押しする話をしていると、私はその経営の部分で成果を出してもらいたいっていう道筋があるのにですね、そもそも気持ちの部分で止まっちゃってると、それをいくら私がどんなに素晴らしいプランを提示したとしても、その人やらなければ、ただのゴミなんですよね そのプラン自体が。だから初心者の人っていうのはよっぽど気持ちが強くって、こうしなきゃこうやっていきたい、頑張るっていう人でないと難しいなっていうのを最近感じていて、それは私が教えたいもののレベルとか、成果にコミットメントしたいので、ここ数年、リニューアル、教室のリニューアルのお手伝いは結構してってるんですけれども、売れるものを見極める力が私にはあると思ってるんですよ。だからその方がこういうふうにしたいって言っても、それ売れないって思ったら売れないって言えるし、こういうふうにっていうのは売れるものは売れるって分かるんで、その通りにやってくれた人はもうほぼ十中八九全部うまくいっているので、そこ自信持ってるんですよ。っていうことは、そうやって喜びを持って欲しい収入とやりたい仕事を両方手に入れる人を作ることができるのは、私すごく自分自身も楽しいし、もともとの自分のスキルがザ・ビジネス寄りのスキルなんで、そういう方を教えていきたいっていうのがここ1、2年非常に強く感じてきてるところなんです。そうするとマインドはおろそかにはしないですが、マインドだけを言ってて、例えば経営塾も持ってるんですけど、アカデミーっていうリビング企業アカデミーっていうのを持ってるんですが、それの6ヶ月がそこだけで終わっちゃうタイプの人もいるんですよね、場合によっては。それはお互いに時間もお金ももったいないなと思っていて、私は私という脳みそですね、ノウハウがいっぱい入っている脳みそを6ヶ月フルに使ってほしいし、お金もね、お預かりするわけだから、当たり前ですけど、成果出したいんですよ、私もね。その方が喜ぶような。要は、払ったお金以上レベルじゃない。基本自分が私何かを学ぶ時っていうのは4倍稼ぐって決めてるので、50万の講座やったら200万は稼ぐイメージです。30万の講座だったら120万とか、そこを一つの目標にしてるので、同じように私にアカデミーとかにお金を払ってくださった方、なしは月額会費を払ってくださった方には、基本4倍から5倍のリターンが入るような動きができるように、私プランは作れるんですよ。だけれども、受け取ってくれる人がいなければですね、それは成り立たないので。その確率が、初心者の方はマインド先だなみたいなことが、最近ちょっと自分がね、思ってることが一個あるので、どちらかっていうと、スキルはあるんだけれども、商品の見せ方と組み方がうまくいってないがために、集客がうまく回らない、ないしはマネタイズしないっていう、このあたりの先生の方が、私としては救いがいがあるというか、そういうのを最近気づくようになってきて、本当に面白いに変わります。例えば相性の問題なんですけれども、前に違うところにいて違う学びをしていて、全然鳴かず飛ばずだったのが、いきなり入って3ヶ月でバーンと伸びるとか、
違うところで違う学びをしていたけれども、具体的な話とかを言ってもらえなかった方にどう自分が動いていいか分からなくてっていう方が、具体的な動きを指し示し、その通りに動くと、まあ欲しい収入であったりとか内容を手に入れることができるとか、そういうのをまざまざと見るにつけて、導く方向性には、見える、先が見える、その目に対しては自信があるんですよ、私。だけれども、それを受け取ってやってくれる人じゃないと、やっぱ二人三脚なんで、うまくいかないなっていうのを感じていて、マインドを先に整えなくてはいけない人は、マインド系も見つつ、もっと初心者で時間をかけて、寄り添ってくれるようなタイプのコンサルタントも今たくさんいるので、そちらの方にお任せしていいかなっていうふうに考えています。こういった考え方は、私パン教室の時も同じで、私は私でしかできない領域をやりたい人なんですよ。パン教室も手ごねはやらなかったし、手ごねをやりたいっていう人は手ごねの教室に行ったらいいと思っていたし、いわゆる普通の成形のパン、普通の丸いあんパンとか、普通のこうグローブ型のクリームパンとか、いわゆる初級者で習うようなものっていうのは、やってくれる教室がいっぱいあるので、それを習いたい人はそこに行ってちょうだいっていうことで、私は成形が複雑なものとか、変わった味の配合とか、天然酵母の方だけをメインで使うとか、そういった他の教室にないもので私が提供できるもので、それを喜ぶ人だけのものっていうことで教室を作っていたので、コンサルの方もその領域の方にシフトしていこうかなっていうふうに考えています。ですので、数年ですね、私は5年以上ぐらいが成果が出しやすいかなとは思っているんですが、要はですね、その方が持ってるスキルとか資質は変えずに、マッチングするお客様選びの仕方と、あとそれをどういうふうに加工して外向きに見せていくかだけで、劇的に集客状況が変わる先生が多いことも分かっているので、ご本人が気づいてない部分でですよ。その価値を見つけて発掘することができるのは私の得意なスキルと、あと世の中にないものでも売れそうなものを作り出すことができるスキル、この辺りが強みかなと思ってます。で、それに加えてデザインスキルです。ウェブを扱うことができて、デザインをすることができて、写真を撮ることができて、動画も扱うことができるっていう、いわゆるホームページの制作、ないしは外向きに見せるビジュアルのブランディングですね。ここに関わる基幹部分を作り込むことができるのは、多分、いわゆるコンサルタントっていう男性が多い領域において、しかも教室業に特化したところで言うと非常に珍しいスキルかなというふうに思っているので、それをフル活用して相性の合う方のために私のスキルを使いたいと思っているので、2020年1月生以降ですね、方針としては、初めての方に関してアカデミーを受け入れるのが1月生を最後にするイメージです。アカデミーとしてはですよ。そうではない、違うプランは考えているんですけれども、直接個別に相談に乗ってびっちり見るっていうのの新規の方は、もうそれを最後にしようかなというふうに思っています。と、あとは、やり直しの方。ここに関しては今後強化していく領域になるので、もう1月以降もやるんですけれども、もう少しデザイン寄りの方に、シフトしようかなと思ってるので、ホームページですね。今も私も皆さんに、アカデミーの方には皆さんにホームページをね、作っていただいてるんですけれども、そういった写真も含めて、あとご自身のブランディングですね。なので、割ときれいめのものを扱ってる方、パン、お菓子、お料理とか、割ときれいめじゃないですか、見た目にね。あとは、ビーズ作家さんとかも見たこともありますし、そのハンドメイドの雑貨でも、写真映えする綺麗なものとか、お花ももちろんそうなんですけど、そういった領域の方のコンサルは、やっぱりもともと自分がデザインを扱ってる経緯があったので、
得意だなっていうふうに感じているので、よりそちらよりのコンサルの方を中心に見ていくようにしようかなというふうに考えているので、デザインをね、垢抜けた状態にしたいとか、あとはホームページをきちんとやっぱり作りながら前に進んでいきたいと考える先生であったりとか、先の、そうですね、2、3年先ぐらいの先取りしながら今の自分を作っていく、まあ、経営能の考え方が欲しい方、それとあと自動集客ですね。私はずっと提唱しているのは自動集客、要は毎年毎年集客が楽になる状況を作るっていう、その方向性です。で、それはアナログもやるし、ネットもやるし、個人もやりますし、法人もやります。それは私がそうしてきてやってきているからですね。なので私が毎年1年に1個新しい事業を立ち上げることができていて、当然それの中で売上がいいものとか効率がいいものだけを残して、あとは廃業というかやめてったり潰してったりするんですけれども、毎年1個ずつ新しいことにチャレンジすることができたっていうのは、この自動集客の仕組みを作っていくふうに、仕組みを整えているからであって、教室の先生は永遠に集客の苦しみから解放されないっていうことから少しでも楽してもらいたいんですよ、そこに関しては。そうすると違うことをやる余力が出てくるので、私は教室業の先生だからといって教室業のパンならパンだけをやってたらいいっていうのはさっぱり思ってなくて、パソコンが得意だったらそういったホームページを教える人になったっていいと思ってるし、ちゃんと軌道に乗せた上でですよ、2個目は。でそれも同時にやっていけるようなタフな考え方とかね、スキルを身につけてもらえるようなプラットフォームと知識の提供とかはしていますしね。あとは50代過ぎの方に関しては年金問題もいろいろと今世の中でささやかれています。旦那さんの収入が当てにならない時代になってきてるということは、今まで家計を支えてくれていたのが旦那さんだとしたら、今度自分が家計を支えなくちゃいけないような状況になるかもしれないんですよね。ということはこの時に強いのはやっぱり手に職があるという先生はおそらく強い。なのでもっとそれをしっかり事業化していく方がいいかなと思うので、そういう意味では年齢的には50歳以上の先生で、スキルはあるけれどもマネタイズが上手にできてない方っていうのも伸びしろが非常にある方かなというふうに考えています。ですので、まあ、来期以降そういう方針を出しておりますので、募集も、そういった方っていう私が思う人物像がありますので、ご興味がある方は先行でお問い合わせいただいた方にはもちろん今期新しくちょっと組み込むプログラムも入ってきてるので、そこをモニター的に扱ってもらうとか、価格的にも安めにするっていうのも声をいただく前提になりますけれどもね、はあるんですけれども、新規の方にとってはもう個別面談でじっくり話をして育ててっていうことをやるのが最後のチャンスかもしれないです。あとはグループではやると思いますけどね、個別じゃなくて、そういったプランは来期考えているものはあるんですけど、じっくり一対一でちゃんと見てほしいという方に関しては新規の方は最後のチャンス、あと既存の方に関してはかなり、うまく組み替えると上手にいく方法が見えてきたので、それをお伝えできるいい環境になってきているのと、あとよりそのホームページ系ですね、そういったメディアを強化していく予定ですので、例えばホームページ作成業者さんにもホームページ頼むとですね、平均的に50万なんですよ。だからまあそれが浮く上に、かつ、自分でも更新できるホームページを作ることができて、内容とかも集客の方法とかそれも全部習うことができるっていう、そういったものが含んできているのがアカデミーになりますので、
特に来年はそのデザインの方をね、強化した内容にしていこうかなというふうに思ってますので、これ先行でお問い合わせいただいた方にはその枠として先にお伝えをしていく予定なので、この動画を見てですね、気になる方はついているメールないしはメッセージでご返信いただいた上で、その募集概要ですね、これをお伝えしたいかなというふうに思ってますので、来期以降ですね、本気で教室事業をどうにかしたい、ないしは180度人生を変えたい、あの崖っぷち系の人ほど変わってます。うちにいるメンバーは他のところにいてダメだった人でもガッと変わるし、経済的にのっぴきならない、もう後ろがないような状況で入ってきてる人もいっぱいいます。でもみんな本気でやってもらったら全部変わってるので、多分変えることはできます。ですので、そんな意味で2020年の、アカデミー、リビング企業アカデミーおよび、月額会員制コンサルティングですね、私が直に見れる人数っていうのも、もう 数人になってきてるっていうのも自分も分かっているので、しっかり、成果を出したい方に私の時間を費やしたいというふうに思ってますので、ご興味がある方はお問い合わせいただければなというふうに思ってますので、大変長くなりましたが、そんな動画を撮ってみました。どうぞよろしくお願いいたします。それでは。